かつていじめ加害者だったとされる三越馬博殺害。そこには強烈にして明確な殺意が感じられた。そのきっかけとなった4年前の事実を探る矢上に、どこからともなく組織的な暴力が立ち塞がる。彼らはなぜ矢上の行く手を阻むのか。横浜偉人町に立ち込めた闇が徐々にその暗さを増していく。本当にごもっともで。はい、清涼高校でございます。あ、はい、ニュースの件、確かに三越馬くんはこちらで教育実習をしていたんですが。すみません、保護者の皆様にはとんだお騒がせをしております。はい、伊勢崎偉人町で男性の他殺体が見つかった事件で、神奈川県警は遺体の身元を同志の大学生三越馬博さんと発表しました。遺体は死後2ヶ月ほど経過しており、死因は刃物による失血死。で、今日はどう動くんだ。俺はもう少し酒抜けねえと頭が回んねえぞ。朝まで飲ませんだもんな。困るよ、うちは海藤さんの切れる頭が頼りなんだからさ。もっと言ってくれ。俺はまた清涼高校に行ってくるよ。まずは沢先生の様子が気になる。いろいろ抱えてるみてえだな、あんな綺麗な先生が。沢先生ははじめ江原敏郎の自殺について、けど4年前はそのことを見越しは、多分いじめは実際にあったんじゃない。そこへ来てサングラスの女から。ああ、その女は三越馬を殺した一味だろうね。じゃあ犯人たちは過去のいじめを隠したいってこと？何が？だって三越馬がもしいじめの加害者だったんなら、なんでそのことを隠したいの？逆にもっと広めてって感じじゃない？三越馬殺しを正当化できるんだからさ。一理ありますな。それもそうだがよ、そもそも沢先生、普通に考えれば上から圧力があったというとこ。例えば清涼高校の奥。どうだろう、あの理事長にそんな力ある？やっぱりその辺は。でも八神さん、もう近づかない。そんな聞き分けよくちゃ。そっか。あるぜ、お前。そうなの？どの道今あの学校に出。八神さん？ん？よう、高田さんか。どうしたの？そろそろ八神さんが来る頃かと思って。え？ニュース見ました。八神さんは？まあね。やっぱりな。それで八神さん、三越馬先生。言えなかったんだよ、お前らの悲しむ顔を見たくなかったから。マジの話、誰に殺されたんすか？三越馬先生。まだほとんど何も分かってない。そっちこそなんか思い当たることないか。多分三越馬が殺されたのはこの学校に来なくなった直後だ。え、そうだったんですか？ニュースで言ってたよ、死体は死後2ヶ月くらいだって。何マッツン、なんかミス。八神さん、沢からはなんか話聞けたんすか？いや、
昨日はちょっと邪魔が入ったもんでさ。俺本当にミクだから何か分かっ、それは約束できないけど、お前がまともなこと言ってるの初めて見たよ。松井です。ああ。私にもよかったら教えてほしいです。三越葉先生には嫌な思いもしたけど、殺されるなんて、なんか。分かった。それじゃあ。沢先生、学校に来るなとは言いません。私にそんな権限はないですから。でも昨日はあれから何か。お願いします。二度も。もしもし、つくも？俺だけど、偉人町で三越葉の死体が見つかった。ええ、もちろんすぐに。そのつもり。なるほど。ただ死体が見つかって何日も経ってます。かもね。でも、まさに見つけました。死体の発見現場は、死体はそのビルの2階で見つかりました。了解。なんだ？これは。
こんちは。だ、死体があった場所。おい、今のこと誰だ。何してるお前。いや、署に連絡、応援呼べ。あ、ちょっと待った。待ってもらえません。手挙げてほしい。誰だお前。八神隆之。八神探偵事務所。ええ、神室町で。お前、昨日清涼高校にいたな。そっちも俺らを見たはずだ。そうでしたっけ。よろしくな。神奈川県。こっちの若いのは桜井。どうも。で、何考えてんだよ。ここは皆さんもう調べ終わってるんだろうな。うん、何か。お前さ、源田法律事務所の依頼、城崎先生に頼まれたんだろう。城崎沙織、あのすんげえ不愛想な。なんでそれを。神輿場の死体が出てすぐのことだ。捜査を始めたら、どうも東京で裁判中の痴漢が仏。じゃあそいつに話を聞こうってわざわざ出向いたら、でやむなく俺らはその痴漢を源田法律事務所。そしてお前は同じ事件でわざわざ、つまりお前と城崎先生はつながっさすが刑事さん。じゃあ俺の素性も知れ。そりゃこっちで判断する。そんなことよりお前は何がです。なんで俺らが江原と話すのにストップかけられんだって話だ。江原は2ヶ月腐ってた仏を前から知って、そこに触れてくれるなってのはいくら警鐘。警視庁としては身内の江原をかばいたいってことですかね。だから県警の皆さんには会わせられなかった。残念だったな。奴らは江原をかばいたいわけじゃねえ。今時組織が部下の不始末かばや、かえって大やけどしちまう。ただ今回その部下は、そんなのをまるっとよその県警にあげられちゃ、警視庁のメンツはまる、せめててめんとこでケツ吹かなきゃ。なるほど、そういうもんですか。だから警視庁はうちに、江原は東京の刑事に調べさ、こう言ってきてんだよ。そんなもんこっちだって飲めるわけがねえ。おかげで殺しの件じゃまだ誰も江原を尋問できてない。要するに手柄の取り合いってこと。ああ、情報を出し渋って足の引っ張り合いだよ。ったく、星に向かって突っ走んのがデカの。こんなお預け食ってりゃ探偵に八つ当たりもするわな。八つ当たりだったんですね。これから署にご同行願ってかっちり絞ってやるが、お前がわざわざ神室町から来てそこら嗅ぎ回ってたんだ。神輿場殺しで何かネタ掴んでねえのか。取引ってことですか。お前がいい情報を持って。これなんてどうですかね。お前これ神輿場ヒロ、どこで手に入れた。おい、どういうことなんだ。手錠かけられたままじゃ話しづらいな
思ったよりは使えず。つまりお前と清涼の先生の待ち合わせにこの写真持って不審な女が割り込んできた。俺はその女ってのを見れなかったんですけどね。沢先生には十分脅しが効いたみたいです。沢というのは三越場の教育実習を担当した。分かってるよ。その写真を渡してきたって女は、複数犯。桜井、三越場の死体写真を見せてやれ。何かあったら俺の責任だ。この先江原の情報はこちらの阿部さんがそう言うなら。生前の三越場が最後に目撃されたのは2ヶ月、市内の自宅を出るとき母親で、その後の目撃情報がないことから、その場合常識的に考えて車が使われただろうな。そうなると少なくとも運転手と拉致をする者とで2人はいる。俺が犯人なら3人は揃えとく。なるほど。それで複数。ああ。ところで解剖の結果、三越場の遺体には胃の内容物が少し残っていた。その消化具合からすると殺されたのは朝食から少なく、三越場は拉致された後おそらくすぐにこの現場へ連れ込まれて殺された。ナイフでの理解できたか名探偵。じゃあこの時痴漢の江原は何をしてたか。裁判記録によると午前7時43分だとしたら、江原に三越場を殺すのは無理だ。池袋からここまで30キロは離れてる。ああ、アリバイ成立ってわけだな。だが奴は2ヶ月後に三越場の死体が見つかると知っていた。つまり殺しの実行犯たちと通じてたのは間違いない。なのになんで俺らはこんな何も残ってねえ現場にいなきゃなんねえんだ、クソ警視庁が。まあまあ、ああ、だから白崎先生に頼み込め。弁護人の席。そういうことならもう少しここや死体なんだ。まあ、三越場の死亡推定時刻は朝食の消化具合から殺されたのは三越場が失踪した2ヶ月前の死体からそこまで絞れるも。ああ、だがもし犯人たちがその場合、犯人たちは三越場家の朝食メニューを完全できないことじゃないでしょう。朝な、ああ、俺らも同意見だ。三越場の死亡推定時刻は10月7日の午前7時半から3週間。今度は広すぎ。そうしようにも死体が腐りすぎて。ただしその幅がどんだけ広かろうが拘束されてたんだもんな。どのみち三越場を殺した実行犯たちは別にいる。被害者の死因はニュースで。ああ、喉を切られて。犯人は椅子に拘束した三越場の背後に立ち左手で顎を上げさせ、ためらいがない感じですね。まあそうだな。ここの床矢印発煙筒が焚かれてたんだ。赤い煙を吹き出すやつでな。で通報を受けて駆けつけた消防隊が、つまり犯人たちはわざわざ死体が、江原とは事前にそのタイミングを示し合わせてたんだろうな。実際に痴漢の判決を受けた時、なんでわざわざそんな真似を。さあな、予言。死体が見つかった時の腐敗が進んで蛆が湧いてたよ。直接の死因は喉を切られた傷だが、その前、両手の指が全部折られていた。指を全部って。ああ、仇の死に様とは思えなかったよ。上は念のためそっちの線でも。この建物はずっと無人？異人町に古くからいる地主だ。一応ホームレス対策で入り口に南京錠をかけてたらしいが。殺しの凶器は？いや、見つかってない。現場にそれら、さっきナイフって言ってたのは俺が当てずっぽうで言ってるわけじゃねえ。
大体事情は。ところで、はい、ずいぶん動きが早かったじゃねえか。俺らが清涼高校に行った時にはもうあそこに出入りしてた。沢先生の懐に入り込んで、ま、あそこの高校には別件で行ってたんです。別件？なんだよ、どうした？双眼鏡をこっちに向けてたやつがいる。何？30前後の男3人、双眼鏡を持ってるのは黒いジャケット。俺の番号はさっきの名刺にあるんで。おい、八神！待てよ！待て！よお見事お見事で、そちらはなんで俺らを覗いてたって？冷やかしで死体の発見現場見に来ただけだそうです。本当ですよ今。うん、冷やかしの見物ね。まあ、あれ、それってもう水に流してくれたんじゃ。あんたはどちらさん？なんでって、そりゃこの刑事さんが窓から飛び降りて走って。刑事さんだってよ。じゃあ、あだ名はジーパンでね。光栄です。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？仕事は？会社員です。バイオ分野？いえ、あいつらは投資会社勤務。住所は東京都内。今度中華街で同窓会の感じやるんで。中華街はこっちじゃないですよ。せっかく横浜まで来たから。つまり冷やかしだ。そうですよ。高校というのは黒川学園。いや、こっちこっち。お連れの方も身分証をお願い。ナベさん。では皆さん、もうお帰りいただいて結構です。裏が取れた。結局冷や残念だったな。せ別に、うちはいつでもフルスイングがモットーなんだよ。見てて惚れ惚れするほどの空振りだったよ。でも白崎先生によろしくな。江原から話を聞く。
それって矛盾していますぞ。いえ、なんと。え？おい、八神氏。はい。いやいや。感謝しておりますぞ。はあ。ん？はい。ですとも。わかった。はい。
そうですとも。つまり、なるほど。もしもし。白崎です。八神さん。ああ、こっちもそろそろ電話しようと。ああ、あとそういえば沙織さん。神奈川県、ええ、その人なら例の痴漢事件について聞きに来ました。警視庁のせいだってさ、連中としては自分それを神奈川県警。なるほど、そういうこと。沙織さんは次、いや、こちらの準備が整い次第と思っています。ああ、こっちからもそれをたたら、その前に俺も江原のこと調べないとだな。でしたら、ちょうど星野君が明日また痴漢現場を池袋と新宿駅で一から江原。へえ、じゃあ。わかりました、少しお待ち。ん、もしもし、星野です。よかったならよかった。現場見ながら大体の流れ。もちろんです。まずは。わかった、それじゃ。八神さん、その看板ですね。事件前。そうそう、そんな感じです。このキャップにサングラスの男が江原です。江原は結構長い時間、ね、改札を通ったのが事件当日。防犯カメラにも映っていますし、その後このホームを1時間くらい痴漢相手を探して1時間も。気持ち悪いですよね。その江原の映像を撮った防犯。そうですね。そして9時6分、江原はこの被害者女。ピンクのカーディガンの人、白いスカートの。そうです、間宮由衣さんという OL でした。6歳になる男の子の母親です。そしてさらに電車内の防犯カメラでも二人の様子が捉えられています。被害者の証言によると、痴漢は最初手の甲でお尻を触っていたようで、それからだんだんスカートの中に手を入れてきたそうです。胸クソ悪いな。多分抵抗しなさそうな。お、犯行が起きたこの電車は次の新宿駅までノンストップ。この映像俺のスマホにも送っと、ね、では次は新宿駅に行きましょう。まあその人がうちで弁護した被告人なんですけど。この電車は各駅停車。もうすぐ新宿駅です。今はこの電車空いてるけど、事件、ね、普段あの時間帯ので、俺が今いる位置。怪しいな。ん？これは？ん？
は。江原と被害者が電車を降りたのもホームのこの位置です。被害者の間宮さんはこの駅に着く直前、スカートに入っていた痴漢の手首を握り返しました。そしてその手の主をはっきりと見たんです。じゃあ間違いなく痴漢の相手を特定できたわけだ。ええ、それに江原の手からも、間宮さんの手、被害者から逆に腕をつかまれた江原は、電車を降りた江原はそれを被害者の間宮さんが追いかけたんです。ああ、そうですね。防犯映像はテレビで流されてた。ありますね。ほら、今確かに。で、最終的に江原が取り押さえられたのは、そうだ、ホームの見取り図がありますよ。事件の時、江原たちが電車を降りたのがここで、取り押さえられたのがここね。この距離はだいたい100メートルです。江原も現場は大混乱。江原が取り押さえられた。なあ、この見取り図に防犯カメラの位置と向きを追加できる。ええ、できますよ。じゃあ江原が取り押さえられたのはずっと向こうです。八神さんは防犯カメラ奥の方で俯瞰図に書き入れていきますよ。怪しいな。なんだ。怪しいな。なんだ？ん？今近くにあるカメラは全部チェックできましたね。じゃあ少し先に。これは。なんだ？この辺のカメラはチェックできました。どこだ？
しいな。カメラはこれで全部チェックできたと。ここに今防犯カメラの位置とレンズの向これは江原が痴漢をしてた時の状況どうですか、八神さん。何江原も被害者の間宮さんも普段からこの時間の電車を使ってたのかな。ねえ、被害者は通勤に利用してるので平日はほぼ毎日。江原も通勤利用なんですが、犯行当日は休みで別居中の奥さん。じゃあホームで1時間うろついてたことについては何て。その奥さんに会うのが億劫で、なかなかで、あの人は何を聞いてもそんな言い訳じみ痴漢もやってないって言うんですが、見つかる証拠、結局裁判で無実を。痴漢は実際にやってた。でも江原はその日息子の仇である。お尻に目がくらんで魔が差すような状況じゃない。ええ、そこを考えると江原にとってこの痴漢騒ぎは計画的なものだったはずです。もしかしたら現行犯で取り押さえられるとか。ああ、結果としてその痴漢行為自体が見込んだから、どれだけ大っぴらに殺しとの関与をほのめかしても最後に。なんかだんだん得体が知れなくなってきました。江原はまず間違いなく三越場殺しの一味と関係してる。あいつは多分この件に捨て身でか。息子さんの復讐を張っ。ああ、共犯者たちは誰なんでしょう。江原はベテラン警官ですし、そういう連中を雇って。もし仮にそんなコネがあっても。いいえ、学校を訴えた裁判費。そっか。もしもし、白崎です。ああ、沙織さん。江原との接見を予定したいんですが、明日構いませんか。分かった、明日だね。何か向こうにやり残しが。うん、今回の件で江原が何したにせよ、その時本当に三越場のいじめがあったのかはっきりさせたい。わかりました。うん。沢先生、もう構わないで。三越場博の殺害には私には関係あります。江原さんは三越場が敏郎君を自殺にまで。でも第三者委員会も裁判所、どっちが本当なんですか。教えてもらえませんか。4年前三越場と敏郎君に何があったのか。知りませんって、私は何も。俺は明日拘置所にいる江原さんと話をしに行きます。え、昨日は三越場が殺された現場を見てきました。彼は殺されるまでにひどい暴力を受けてました。殴り殺しです。両手の指を折られて、その後喉を切られて殺されました。そんな。江原さんは三越場が殺されると知りながら、まるで自分だけは。でも本当にアピールしたかったのは多分そこじゃない。え、江原さんは自分が息子のための復讐を成し遂げたんだと。その死体の主は
三越。そんな江原さんと明日渡り合うには、4年前本当に彼の息子は今俺が先生の口。その答えなら変わりません。待ってください先生。失礼します。あ、ちょっと。この写真の彼が江原敏郎君ですよね。彼がここで聞いてると思って答えてください。それでも三越芝のいじめがなかったというんなら、俺も先生の言葉を信じます。そしてもう二度とこちらにお邪魔しません。どうですか。4年前早く馴染もうと努力していて、放課後この屋上で一息入れてたところに、どうしたのって聞いたら、人差し指を立てて、よく見たら鼻血を出してました。そしてその後三越場くんが、私は見てないよと答えました。だって敏郎くんの表情が状況を全部物語ってたから。三越芝のいじめを受け、三越芝くんたちと一緒に学校を出ると遊びのお金を払わされるんだって。彼らも初めは冗談半分だったらしいんです。敏郎くんがクラスの平均点を下げたからお詫びにクラス、でもそれに三越芝くんは、彼は成績が良くて補習してやると言っては、お母さんが働きに出てる日は敏郎くんの家にも押しかけていき、そして敏郎くんはお金を払えないとき、誰もその様子を見てなかったんですか。少なくとも私たち教師は。それで私は彼らの担任の先生に報告をしたんです。その先生はベテランで、私よりもずっと、そしてこう言ったんです。3年生はもうすぐ卒業だ、もう学校、ありそうな。実際成績優秀な三越爆敏郎くんの話を裏付ける。でもやっぱり何か介入して手を打つべきだったんです。私にはそれが分かってなかった。先生、結局私がやっていたのは、なるべく校内で敏郎くんが、それはだから3学期が始まる最初の朝。それであなたは三越芝を問い詰めた。ええ、そうです。三越芝くんはいじめなんて知らないと言いました。ただ私は生徒たちから無記名のアンケートが取られた。そこに見たままを書き込んけど、その後の裁判でそういうアンケートがされたんなら、事実確認できたはずじゃ。いじめを調べた第三者委員会は、おまけにアンケートを取りまとめたのは例の担任でした。ところが彼はいじめを見たという回答を全部握りつぶしてたんです。自分がいじめの報告を受けたのに黙殺してたと知れれば責任を問われるから。それじゃあ何のための第三者委員会なのかわからない。ネットには校内のいじめ、敏郎くんの父親は都内に別居、そこにつけ込んで、あの校長にも理事長にも言わずに独断で。そして第三者委員会は三越芝くんたちが卒業する直前、いじめの事実は確認できなかったと。なんだよそれ。日本では今小学生から、そのうちいじめが原因とされるものは 3% 以下。第三者委員会の報告に、それで清涼高校に訴えを、裁判は長引いて、私にも証言台に、もちろん私は敏郎、でもその時あの担任が学校側の弁護士を連れて私に何を証言するつもりか問いただしてきたんです。自分に都合の悪いことを言われちゃ困ると。ええ、
ちらも私を味方に引き入れるためにそこまで追い詰められてたんでしょうね。私は敏郎君にいじめの相談を受けた。彼はご両親にもさ、でもだからこそ敏郎、彼の相談を録音してたわけでもありません。するとそれを知った学校側の弁護士は私に婚姻、確実にいじめを立証できないのであれば三越馬君の名前を出すべきではないと。そして逆にいじめはなかったと証言するよう言われた。ええ、先生にとって難しい判断だったと思います。私は証言台で、でも別の日には今日までずっとその繰り返しです。その後アンケートを握りつぶした担任はもうよその学校に行きました。そうでしたか。私にその先生を責めるし、あの先生は三越芝のいじめがあったことやアンケートが握りつぶされたこと、他にも誰かに言いました？いえ、言ってません。八神さん、私ね、自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。男の子が同級生たちに追い詰められて校舎の屋上から飛び降りました。屋上から？なんとか命は助かったんだけど、13年経った今も昏睡状態です。ずっと眠ったままその子は、みつるくんはこの先目を覚ますかどうかも分かりません。お母さんが一人お役所に勤めながら一生懸命育ててたのに。お気の毒です。その時の担任はみつるくんがいじめられてるところを見てもやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。なのに敏郎君の件では誰もが責任を免れた、私も含めてです。誰かが責任を取らなきゃいけないとしたら、その一番手は三越場です。江原さんもそう考えたんだと思います。子供の頃私は無邪気に先生になるのを目指してました。みつる君のことがあってからは使命感すら覚えました。なのに私には何もできなかった。ところで、はい。なるほど。ん？まさか。はあ、よしよし。任せたぞ。
むぞ。こっちだな。お願いね。こっちだな。任せたぞ。こっちだな。なあ、つまり、ええ、まったく、お願いします。よしよし。
ジかよ。いや、まさか。え？ええ。は？ええ。それって。え？なあ。はあ。ごめんなさい。なんだこれ、何やってんの。ああ、おかえり。八神さんも何か飲む。ほらよ。くつろいでんね。まったく何の遠慮もなく。もしかして俺のこと言ってる。桑名はお前に用があって来てるんだぜ。まあ酒も将棋も嫌でやってるわけじゃねえがよ。怪盗はどっちも強えな。歯応えがある。俺に用事って何。聞いたぜ八神さん、あんた三越場拾って例の大学生殺しを調べてんだって。ハンピン・リューマに襲われたのもそのせいだったんだろ。俺にも一枚かませろよ。悪いけど手は足りてんだ。よその探偵が地元の殺し調べてんのにこの俺がのけもん。そいつはいただけないな。手が止まってるよ。早く勝負終わらせて会員になって。地元に詳しい味方が必要だろ。俺なら偉人町の裏の裏まで案内できる。でもお高いんでしょ。初回は安くしといてもいい。よそのご同業に手柄独り占めされんのだけはごめんなんだよ。あんたが首を縦に振るまでここで頑張らせてもらう。つくもと杉浦がいいんなら別に。ここは俺んちじゃないし。僕はウェルカムですぞ。たまには賑やかなのもいいですな。僕も全然。居心地いいなこの事務所は。あ、八神氏、ネットの掲示板で自殺した息子さんのためにいじめっ子を殺してたんじゃないかと。マジか。見てくだされ。どうぞ。教育実習生は過去にいじめ自殺を引き起こしたサイコパス三越場。江原は痴漢の皮をかぶった正義。いろいろありますな。これって結構騒ぎになってる。今まさに誰かがこの話題に火をつけようとしてるといったところでしょうか。その誰かってもしかして三越場を殺したやつら。そう判断するのはまだ早いかもしれませんがね。そっか。ただ気になる書き込みもあります。江原が裁判中三越場の死体発見を言い当てたと。その件はこれまでゴシップ誌ですら取り上げてなかったのに。そうだったんだ。マスコミもお茶の間も痴漢で捕まったハレンチ警官を叩けるだけ叩けた。それでもニュースとして旬が終わったんでしょう。後の裁判でどんなやり取りがあろうと気に留められません。だからそういう話に俺も混ぜてくれって。三越場を殺したのは複数犯なのか。そんなヤバいのがこの町で野放しになってんのかよ。もう2ヶ月前の話だ。今この町にいるとは限らないし。今日も偉人町は平和だったろ。
外からだ。ハンピン・リューマン、また白面だ。行くぞ、ターボ。お先に。やるね。何度も逃がすか。待て。安心しな。命まで取れとは言われてね。じゃあなんで仮面取っちゃうんだよ。この先お前が偉人町に来ることは二度とないからだ。俺はテッソ、ハンピン・リューマンじゃ幹部候補ってことになってる。この間はうちのもんが世話になったらしいな。俺を背中から不意打ちしてきたあいつらのこと。あん時下手に抵抗しなきゃちょっと痛い思いするだけで済んだのによ。あんたらへの依頼は誰からだ。組織の上が受けてきた仕事なんでね。俺らは雇い主が誰かなんざ聞きもしないし興味もねえ。ただ腕の立つ探偵を痛めつけるってのは楽しめそうだ。お前ら手を出すな。まずは噂通りか。俺が味見してやる。楽しもうぜ。やがれ。
出さないんじゃなかった？遅かったんじゃないの？海藤さん。ああ、すまねえ。こいつら結構手ごわくてな。おい、いいから逃げるぞ。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえ。でもさ、つくもんとこの窓は誰に弁償させんだ？え？いや、わかった。俺が払うから。早く逃げるぞ。ならオッケ道は開けたぞ。今行く。
もう帰っていいのかな？八神！ああ、名前なんだっけ？テッソ？噂以上じゃねえか。この人どうも。褒められついでにさ、あんたらの雇い主のこと教えてくんない？言ったろ。あいにくそんなもんには興味がない。じゃあせめて。次また同じ依頼が来たら断ってくれよ。お前がこの町を出ていけば済むことだ。同じテーマ。おい、うまいことやったな。あのテッソってのは若い連中に人望があるんだ。じゃあもうハンピン・リューマンは安全。うん、まあそうとは言い切れねえか。いや、でもいきなり背中から襲ってくるようなことは。おう、おっつくもんとこに戻ろうか。ですか？なんだ？何があった？気を失ってるぞ、こいつ。マスクの男たちが押し入ってきたんです。マスクの男たち？ハンピン・リューマンとは別のやつってことか？よく分かりませんでした。杉浦氏は何かバットのようなもので殴られて、僕は小指を折られた。おい、大丈夫か？今救急車を呼ぶ。奴らから矢上氏に渡すように言われました。最後の警告だ。もう嗅ぎ回るなと。ずっと見られてたのか。くそ。狙うなら俺を狙えよ。多分さっきのハンピン・リューマンたちはおとりだ。俺らをこの事務所から引き離すためのな。まんまと引っかかっちまって。このビルの出入りをチェックしてる防犯カメラだ。見てみな、俺とカイドウが映る。さっきハンピン・リューマンを追いかけてく時だ。問題はその後。7人いる。白面の仮面とは違うな。ハンピン・リューマンじゃない。ああ、こいつらは白面をおとりにして俺らをおびき出した。ってことはこれがハンピン・リューマンの匿名の雇い主だよ。巫女柴博を殺したのもこいつらのはずだ。そして江原の一味。マジか。ただこんなにたくさんの人間が殺しに関われるもんか。ん？どういう意味だ？仲間が多ければその分秘密も漏れやすくなる。一人裏切れば芋づる式で警察に捕まんだ。よほど信頼関係がなきゃみんなで人殺しなんてできないよ。こいつらはどういうつながりを持ってんだ？江原の同僚警官ってことは、息子を亡くした江原に同情して手を貸してるとか。俺ならやらないね。同情は済んだろうが、自分の人生棒に振ってまで殺しの共犯者にはなれねえよ。なあ、そっか。だったら食わなよ。偉人町にこういう組織の心当たりは？
うん、そんなにうまいの？その電子タバコ。危険な奴らってことでまず思い浮かぶのはハンピン・リューマンだ。だが、それと別口となるとな。この辺には清流会ってヤクザもいるが、連中はもっと理性的だしよ。もう一つ、コミジュルって韓国系の組織ならこんな映像残しはしない。奴らは異様にシャイだからな。パッとしねえな。便利屋が肝心な時にどうした？じゃあお前、カムロ町で事件起きたら全部一目で犯人わかんのかよ。この映像がやっとつかめた連中の尻尾だ。つくもと杉浦の借りも返さねえと。絶対に見つけ出してやる。こいつらを見つけ出す？おい、何言ってんだ。ん？いいか、やつらお前さんたちも潰す気だったんだ。これ以上首突っ込んだら怪我じゃ済まねえ。カモロ町で事件の時は大体そうだ。異人町ってのはそんなに治安がいいのかよ。じゃあ別の言い方にする。この町じゃ命張れるほど便利屋の相場は高くない。もともとあんたに仕事頼んだ覚えはないよ。ああ、少なくとも今は頼まれても。しばらく酒の誘いも結構だ。カイト、邪魔したな。つくも君と杉浦君にはお見舞い申し上げておいてくれ。フッ、猿ものおわずだ。痛いのです。昨日はしばらくキーボードを叩くのにも支障が。僕にとっての小指は波の人よりずっと価値が高いというのに、稼働率は 30% 低下ですよ。ああ、久々に痛い思いした。まだ吐きそう。カムロ町離れてなまっちまったんじゃねえか。そういうこと言う？この気分、変われるもんなら変わってあげたいよ。思ったよりは二人とも元気そうだ。この埋め合わせは必ずするよ。ええ、そのためにも奴らの正体を突き止めなくてはなりませんね。このグループが三越場殺害の実行犯である可能性は高いと思います。もちろん江原と関係している可能性も。神奈川県警にも情報を共有すべきでしょうか？いや、向こうから何か情報を引き出す時のために取っとこう。こっちは一介の探偵だ。警察にない手札は大事に使わなきゃ。なるほど。沙織さんが江原と接見する段取りつけてくれてんだろ。お前も支度があんだろうし。何、海藤さん、どうかした？なんかさっきからいつもより街がざわついてる気がすんだよ。何それ、野生の勘ってやつ？そうかもな。まあ、じゃあとりあえず沙織さんとこに。江原とさ、ちょっと待ってたわ。ん？いつになくチンピラがちょこまか動いてるな。やっぱりなんかざわついてやがる。ざわついてる？そうかね。ああ、お前ら見た顔だ。確かここらの探偵だよな。だったら？この男知らねえか？何年か前この辺のガールズバーで雇われのマネージャーやってたやつだ。
みんなしてその男を探してんのか。ずいぶん人借り出してるみてえじゃねえか。そうだよ。で、こいつを知ってんのか。ああ、待て待て。今思い出そうとしてるとこだ。ところで、そもそもガールズバーってのは店のもんがみんな女の子なんじゃなかったか。こいつは裏方のマネージャーだったんだと。姿消した日も普通に店で働いてたのに、それがふっと消えちまった。失踪したってこと？いつ？5年前。神室町で人が消えるって、まあ割と聞く話だけどさ、5年も経ってそれ探すっていうとなかなかないよね。そいつの名前は？だいたい誰が探せって号令かけてんだ。なんだてめえら、先に聞いてんのはこっちだろうが。舐めてんのかこら。舐めてんのはどっちだ。人に物聞くならそれなりの態度があんだろう。そもそも探偵からタダで情報もらおうなんてな、こっちはそれが飯の種なんだから。すかしてんじゃねえぞ。おい、こんなすぐ手出しちゃって。ヤクザの方がまだ肩着に気使ってたもんだよ。くっ、ざけんな。町のチンピラも質が落ちたな。カイトさん。阿久津か。阿久津ダイム。知り合い？元登場会の極道だ。元極道ってのもいろいろだね。八神探偵事務所、いっさあんたらにも仕事くれてやるかな。依頼内容はもう聞いたろ。人を探してる。探してんのはガールズバーのマネージャーってんだろ。お前が温度取ってたわけか。いや、この件仕切ってんのは相馬だ。あいつが取ってきた仕事でな、最初に見つけたやつにはたっぷり金が出る。今神室町中でレースになってんだよ。相馬って？ RK って半グレのリーダーだ。そいつも元登場会で、相馬和樹。登場会みんな半グレになっちゃってんのかよ。極道は縛りばっかきつくて上の席に飽きが出ねえ。そのくせ上がりをよこせだ、ダイモンのメンツだ、うるせえことばっかだなあ。カイト、なんだったらお前も一緒にこっち来るか。三下が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえ。あとあれだ、組織の仲間をやられりゃ返しをしなきゃならねえとかだ。本当はそんなもんどうでもいいんだ。
その代わり気に入らねえやつがいりゃただ後ろからこっそり刺しゃいい。音も立てずにぶっすりと行く。背中には気をつけんだぞ、探偵。それが嫌なら俺らに気に入られるようにしな。次は警告なしだ。彼、阿久津だっけ？登場会では報われてなかったのかな。ああ、腕っぷしと度胸だけいいように使われた挙句、何もいい思いする前に組がなくなっちまった。相馬ってのも同じ。極道でなんとかのし上がろうと歯食いしばってたのが、結局組の解散で全部パーになったわけだ。ふーん。で、その手の元ヤクザたちが半グレのうぞうむぞうを束ねようとしてるらしい。裏社会に RK ってネットワークを作ってる。 RK？ なんかの頭文字？知らねえよ。ヤクザやめていきなり横文字になっちまった。登場会にとって変わるってほどじゃなさそうだけど。ああ、だがその分敷居が低くて手っ取り早く金が欲しかっただけの仇が RK に近づくとコロッと半グレに転んじまう。なるほどね。登場会といや、最近東と会ってる？ああ、あいつはもっと登場会の中じゃ救いのある方だ。組からゲーセン託されてそのオーナーに収まったからな。組にいた若いもんも働かせてやってる。お前もたまには顔見せてやれよ。いや、あいつ俺が慣れ慣れしくすると嫌がるもんでさ。お、沙織さん、八神さんたちがいらっしゃいました。お待たせ。こっちの準備は整ったよ。ええ、お待ちしてました。まずはとにかく彼がどこまで三越馬殺害に関係。でもよ、今までの状況からすると、ね、ですから今日こちらから八神さんたちが出向くことは江原に知らせて。では八神さん、行きましょう。ほら、一旦事務所に戻るぜ。江原と接見したらお前も帰ってこいや。年末くらいうちの事務所も片付けねえとな。出発しますか。判決は出たんだ。弁護士さんのお仕事は終わったんでしょうね。私もそう思っていました。でも偉人町で見つかった死体が江原さんの予言通りだったものですから。予言なんて大げさな。星野先生はクビンでもされましたか？八神と言います。以前は源田法律事務所にいました。今は清涼高校でミス研の外部指導員っていうのをやってます。清涼高校？4年前に敏郎くんが通ってたあの学校です。横浜の。たまたま別件で向こうにいたんですが、急遽こちらの白崎先生から応援を頼まれました。なるほど。それで今日いらしたご用は？おとぼけはなしでお願いします。先日三越芝博の遺体が偉人町で見つかりました。問題はどうしてあなたがそれをご存知だったのか。さあ、夢に見たんですよ。そうであったらいいなと思ったことを口にしただけです。どうしてそういう夢を見たんでしょうね。説明する必要がありますか？三越芝が
敏郎君の仇だからですか？そうだよ。第三者委員会の調査でもその後の裁判でもいじめの事実は確認されなかったですよね。息子は三越場に金をせびられ、それを拒むと陰湿な嫌がらせを受けていた。成績優秀な三越場の先導でクラスの誰も手を差し伸べず、敏郎は暴力や屈辱を免れるために家の金を持ち出していた。江原さんがそう確信しているのはなぜですか？その根拠は？そんなものがあれば学校との裁判に負けちゃいない。ところで私の罪状はただの痴漢だ。全部認める。満員電車で魔が差して OL の尻を触った。控訴してあがくつもりもない。だからあんたら弁護人はもう用済みということだ。江原さん待ってください。そんな義理はないな。矢上さん、三越芝広の死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。大変結構だ。これ見てもらえます？三越芝だな。いい表情してる。しかしあんたはどこからこんな写真を？清涼高校の沢先生にもらったんです。正確に言うと沢先生が不審な女に手渡されたものでした。その女は三越芝の件に関わるなと言ってきたそうです。沢先生のことはご存知ですか？彼女は4年前、敏郎君が亡くなった時にも清涼高校で教えてたんです。ああ、裁判で証言しているのを見たよ。敏郎へのいじめはなかったと。確かにそう言ってました。いじめを隠蔽した教師たち、学校、弁護士、彼らのことも殺してやりたいほど憎いと思った。でもやはり一番悪いな三越芝だ。制裁を加えられるべき筆頭だ。そんな人間がのうのうと教育実習など受けていられるんだから、つくづく間が抜けている。結局法なんてものは機能していない。そんなもんに人を裁く資格もない。やっぱりあなたが三越芝殺しを主導したんですね。実行犯は複数人だった。ニコシバを殺したあいつらは誰なんです？あんたはどうやって連中を動かした？違う。全然違うよ。石鹸の印象として江原はやはり黒ですね。ただ三越場殺害の実行犯たちと、ああ、何、江原とこの連中がどうつながってるのか。くそ、こいつらが偉人、なんとかうまく連中を見つけられるやな。ではまた偉人町に戻るんですか？いや、とりあえず今夜は神室町の事務。わかりました。また何かあったら連絡。海藤さん、戻ったよ。海藤さん？おう、お前、つくもからのメール見たか？え？いや、ついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何さ、どういうこと？殺人動画だ。三越馬が殺された時の動画が
ネットに出回り出したって知らせがあった。 お願いします。もう許してください。これ以上はもう敏郎君のことはこの先一生謝りません。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。おい、マジかよ。だから自分の手で巫女柴を殺すことはできないはずだった。だとするとこれは何だ。理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。だが俺の感触じゃまずこの映像は本物だよ。もう一度江原と話をしないと。くそ、一体何をやったんだあいつは。